今週も始まりましたキャラメルチケットインフォメーション、イエーイ。なんかこの今で見たことない。なんか何週間か前に見たことある。再放送じゃ。本日が3月5日、水曜日、ただいまの時間が午後1時を回ったところです。はい、本日のお相手は私佐藤博之と制作部の中村雄一と畑中智之です。よろしくお願いします。先週に引き続き、もうね、いや僕その前も出てたんじゃない？先々週。の1個前ぐらいかな、1個前ぐらいかな、出たかな、そう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 、畑中何してんだと、セミレギュラー大人の一応もうね、いつもいるんですよね、たまたま事務所に。すみませんね、先週はもうありがとうございました。いやいや、大田くんの ね司会のもと面白かったですよ。やったわけですけど、見ましたけど、たどたどしい感じで、たどたどしい感じで、なんか面白かったですよ。やりましたけどね、大田はね、うん、司会に向かない本人言ってましたよ、だって。いや僕司会に向かないのに、佐藤さんが出れない時必ず僕に声がかかるってこれチャチャ入れるのが好きだから、あいつは。そうそう、どっちかって言ったら俺も一緒だけど、はい、ガヤ芸人なんですよ。ガヤでどれだけ、ね、回して花咲くかっていうとこなんですけどね。そうですよ、でも司会いろいろやってるようなイメージありますよね。いやいや、なんかやらされるんですけどね、そんなに得意じゃないですよ、ね、ガヤの方がよっぽど楽しいです。すげえ面白い、小田田がもうなんかテンパってる感じがすごいでしょ。急に気負うっていう。あんなね、普段はあんな ねそうそうそう、枠に生きてるのに、ね、よく喋る子なのにね、うん、そうそうそう、急になんかこう気負っちゃうんですよね。面白かったな、まあ、それはそれで売りで。いやもういいんじゃないかと。東京帰ってきまして、うん、寒いですね。あれ、向こうは向こうあったかかったですよ。あ、本当に、うん、僕だから、暴風ジーンズっていうのを持ってたんですよ。暴風ジーンズ、ユニクロの風を防ぐジーンズって言うんですけど、うん、それ結構あったかくて、うん、ジーンズなの？これ今履いてるやつもそうなんですけど、あ、そうなの、これこれ、ちょっと触ってみて、これとか言ってあれだけど、わかります、生地がすね毛すごいね。そう、すね毛じゃねえんだよ。あ、でもね、これ分厚いね、だいぶ。そう、風を防ぐ、これ3層構造になってて、履き心地は、履き心地もいいですよ。まぁ、あ、ちょっとゴワゴワしてる感じはしますけど。それが今いくら？399じゃないですか。安いね、にしても。でもね、もう売ってないです。え、もうシーズンものだから。なるほどね、もう時期、時期が過ぎたと。これ買ったのね、1月なんですけど、うん、それでもね、かなり駆け回りました。あ、そう。もうね、ないんですよ。その年内で多分売り尽くしちゃう感じで、ユニクロさんも、うん、僕だから、池袋新宿って回ってやっと新宿で買えたんですよ。あ、もう完全にこれを探しに行ったわけだ。これ探しに、これだけ買いたくて行ったんです。で、今年初めて買ったんです、それ。ね、3年か4年前に買って、うん、履き倒して、うん、穴が開いちゃったから。で、最近はその、ヒートテックタイツ履いて、うん、あ、中に中に、うん、それでジーンズやってたんですけど、それがね、ちょっと面倒くさいと、うん、あ、まあそうだね、だったら一発で風防いでくれた方がいいじゃないですか、うん、ってことは、まあ一応冬専用になるってことだよね。冬専用、だって、うん、それで戻すと、うん、名古屋が暑くて、うん、これ履いてたらもう、汗かいちゃう、うん、そんなに東京結構ずっと寒かったですよね。いや、ちょっと暖かくなかったですか。ちょっと暖かかった。どっちよ。ちょっと暖かかったけどね。だから結構こっち来てまた、うん、もう今シーズン役目終わったなって名古屋で思ったんです。そしたらまた東京で、東京でぐいぐい仕事が来たと、こいつに仕事来ましたよ、あったかい。あ、そう、そんなことあること自体知らなかった。え、嘘だ。え、僕もね、知らなかった。しかもそんな3年も前から、ね、あ、もうありました、ありました。全然知らない。あ、本当ですか。だってその CM とかでもそれメイクってやってないでしょ。あ、やってないですね。捨ててことかの方がメインだから。でしょ、あっちの方の方が、うん、だなんか結構レアだなと思った、ね、あ、なんだ、おすすめしますよ、今年の冬とか。でももう売ってないんですよね。11月ぐらいで。じゃあまたちょっと来年、また来年、今年の冬、今年の冬にぜひ買ってください。いつ頃から出るのかね。多分10月秋口から多分発売されると思いますよ。なるほど。別にユニクロの回しもんじゃないんだけど。そういうわけで帰ってきて、ね、本当に帰ってくる日がもしかしたら雪かもしれないって言ってて、うんうん、東京、うん、ありましたでしょ。あれ、ありましたね。ました、大丈夫ですか。結局降らなかった。ちゃんと今に生きてます。今行く。びっくりした。なんか取り残されてる感が。いや、雪ね、東京いました。いました、いました。いや、結構だからなんかずっと雪の心配してるからね、うん、どのタイミングでとかっていうのは。そうそう、うん、東京も気温が下がればまた積もるかもしれないって思ってて、帰る時だったから、うん、某撮影が。そうですよ、某撮影があったじゃないですか。某撮影が、あ、ありましたね。そうそう、あったあった、あ、そっか、あの日も雪降るかもって言って、雪か雪かと言われていた。撮影場所も雪残ってたじゃないですか。残ってた。まだ残ってんのかっていうか、あの大雪の時から結構ずっと残ってるの、雪ね。そう、やっぱ日陰になっちゃったりとかして固めちゃうと、うん、溶けないんですよ。なるほどね、で、
あの2回目の雪が水をいっぱい含んでたでしょ、うん、氷みたいになっちゃうんですよ。固まっちゃうんだ。そう、あ、だから溶けにくいんだね。僕それで本当に雪かきめっちゃ肩痛くなりましたもん。え、どこの雪かき？家の前の雪かき。いつもやってんの？そう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 。大家さんが親切で、うん、そのやっぱりその目の前がその公共の場だったらいいんだけど、うん、ちょっと私的なスペースもあるんですよ、その窓の外が、うん、そこはやっぱり入っちゃうとまずいっていうことで、うん、雪かき用のスコップ、シャベルとかを置いといてくれて、うん、ご自由にお使いくださいって言って、うん、そこはあの、ね、立ち入っちゃいけないところだったりとかするから、うん、それでガシガシやったんですけど、うん、氷を砕くような感じでガシガシ。それ大変だね。まあ至る所で雪かきはねなさってたみたいですけど。そうそうそう、大変なんですよ。本当に大変だなと思いましたね。この話で終わっちゃうからちょっとさ、うん、聞いてもいいですか。はい、いやいやいや、まだいい。まだいいの。まだいいの。もう行きましょう行きましょう。全然進まないから、あんまりそんな情報はないんじゃないんですけど。そうですね。まあ一応行きますよ。これ一応チケットインフォメーションだから、行きたいなら行こう。いいですか、うん、行きましょう。じゃあこれから行きます。じゃあキャラメルボックス2014アコースティックシアターダブルフィーチャー、瞳とあなたがここにいればよかったのに。こちらがですね、無事に大阪公演、名古屋公演終わりまして、いやーお疲れ様でした、はい、最後東京公演が間もなく始まります、はい、東京公演が3月6日木曜日から23日日曜日まで、池袋サンシャイン劇場で上演されます、はい、こちらは今どんな状況でしょうか。はい、一応まだ全ステージご予約いただけます、中でも比較的混んでいるのが、はい、3月8日土曜日、9日日曜日の、はい、それぞれ最初の週ですね、はい、はい、の土日、あと、翌週15日土曜日と、うん、最終日ですね、うん、23日日曜日、中でも最初の土曜日が今8日、はい、8日土曜日の特に13時瞳がですね、はい、このステージが全公演通じても一番混んでますね。今混み合っているということですね、はい、もう1階席はほとんど残っておりません。なるほど、はい、お2階席を販売しております。はい、まあ取れないということではないですね、はい、はい、その最後の23日の日曜日のお昼は12時開演ですか。はい、なかなか、なかなか早いですね。昼からあんまりね、その大衆演劇とかだったら早かったりとかするかもしれないですけど、なかなかキャラメルボックス12時って珍しいですよね。ないですね、はい、はい、最近でも試験的にね、ちょっと早めの時間からの上演って多くなってきてますよね、うん、1時からとか、ね、1時は、そうですね、うん、土曜日は1時の会っていうのは多いですね、お客さん。これはどうするんですかね、お昼ご飯を前に食べるんですかね、後に食べるんですかね。あー、12時って言ったら、いや俺基本的に朝と昼あんまり食べない人だからまあ、ウィダーインゼリーぐらいをこう食べてアスリートか食べて臨みますけどね。あ、なるほどね、うん、難しいですよね、12時って一番いい時間取られちゃう、しかもほら終わったらもう2時もあるでしょ。なるほど、ね、劇場出るのか。でもギリギリランチ間に合いますよ、3時まででしょ、ランチ。3時まで、うん、でもちょっとね、終わった後の時間使い方難しいね。なんぞ12時に来てほしいんですから、そんなこれ避けろみたいな感じきっといろんな要望があってこの時間帯になってるわけですからね。そう、だから早い方がいいって方も多分いらっしゃるんでしょうね。日曜日なんてだって12時に見たら2時に終わるでしょ、うん、さっきすごい時間空くじゃん。そうね、そしたらいろんなとこ行けますよ。まだあ、いろんなとこ行ける。例えばえ池袋でしょ。池袋でも結構、でも池袋最近いろいろできてきてますからね、あのラウンドワンとかもほら、うん、あ、できた、ここ1年ぐらいか、あれ、はい、話もなくて、またユニクロも新しいラウンドワン、ね、見ました、ラウンドワンの向かいに、ね、で、まだできてないのかな。え、俺知らない。え、もう全体ユニクロ、あの全体ユニクロと、関東じゃないの、その新宿とか含めて一番でかいユニクロができるみたいな。マジで知らません。知らない。サンシャイン通りに、はいはいはい、今度来た時見てください。本当に あとほら、あのなんだっけ、あのでっかい交差点のところにユニクロあったじゃない。あ、はいはいはい、サンシャイン通り入り口のところ、はい、あそこもありきのってこと。多分そうだと思います。すごい手向いた展開だね。本当にあのラウンドワンの道挟んだ向かいです、うん、何ができるのかなと僕思ってた、ずっと、うん、え、元何があったところ。え、あそこ、あそこなんですかね、元映画館とかあるんでしょ。映画館もあります。映画館はその元あの池袋劇場より、うん、近いところで、あ、そっか。でも見てください、結構でかいですよ。てか俺もちょっと今最近ね、うん、サンシャイン通り通らないんだよね。東池袋から来てるんですね。東池袋から来てるから。そう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 、まあ、前は JR から来てたからですけどね。池袋を見てください、ぜひ。だからこう盛りだくさんだよと。盛りだくさんの、もうあそこの通りもすごく変わってますよ、景色が。なるほどね。変わってる。はい、なるほどね。そんな感じでやりますので、ね、はい、あのユニクロじゃなくて、瞳とあなたがここにいればよかったのでよろしくお願いします。はい、あとこれ電話とかね。んでね、結構言われるんですけど。はい、何言われますか。いや、このタイトルがね、うん、皆さん結構間違われてるんですよ。
例えば瞳はどう間違えるんですか。知り合いとかにも、はい、あなたがここにいればよかったのになのチケット1枚買えるとかなんか1個多い、なんかこう、うん、なんかこう微妙にね間違えてるんですよ、ね、結構おかしいなと思って。皆さんそうか、結構長い題名ですね。そうそう、しかもこうパッと見全部ひらがなだから、うん、なんかこうイメージはわかるんだけど、もっと覚えやすいね、霧島部活やめたってことだったらそれはまあ覚えやすいけどね。あなたがここにいればいいなとかなんかいろいろね、うん、言われるんですよ。結構面白いな。聞いた一番ひどいのはあなたがいなければよかった。もう意味が変わって、ちょっともう、ね、意味が変わってますからね。逆になっちゃいますね、意味がね。なるほど、じゃあ皆さんもぜひそろそろ覚えてください。あなたがここにいればよかったのにですね。はい、はい、はい。でも言いづらいですね。あなたがここにいればよかったのにの2のチケットって言わなきゃいけないんですよ、うん、そうそう、ここにいればよかったのにのチケットをください。難しいわ。そうですね、でもあのよかったら覚えてください。はい、よろしくお願いします。え、次は覚えやすいかもしれないです。はい、はい、でん、キャラメルボックス201のスプリングツアー鍵泥棒のメソッド。おこちらがですね、はい、東京公演が5月10日土曜日から、6月1日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます、はい、その後は神戸公演です。神戸公演は6月5日木曜日から、10日火曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されます。こちらは前売り開始が3月15日土曜日、はい、午前10時からとなっております。もう間もなくですね。間もなくですね。あと10日ぐらいですか。そうですね、うん、10日ですね、はいはい、前売りが始まりますので、これあの出られるということ。そうなんです。鍵泥棒、鍵泥棒キャラメルボックス、僕もね半年ぶりですからね。でもあ、そうか、そうですね、そう、あのショーシャンクの空にはあれね、一応ガイド、ね、プロデュース公演だったので、はい、僕ジャングルジャンクション以来ですよ。え、ジャングルジャンクション以来。ジャングルジャンクションか。ジャングルじゃないわ、あれだ、あのケン先生、ケン先生だ。ジャングルだ、1年ぶりになっちゃう。ジャングルジャンクションと鍵泥棒そう、ケンジ先生以来なんでね、ちょっと頑張ります。映画見ました。見ましたよ。面白かったね。面白かった。これハテナにも書いたんですけどね、はい、筒井くんが大好きで、この作品。あ、これね、はい、あの筒井くんがみんなに吹聴してもらったと。え、面白い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 って言って。なるほど、なるほど、はい、それで結構みんな見ましたね、うん、僕もこれ映画館見に行って、うん、あのこう言ったなんですけど、うん、最後お腹痛くなりまして。え、なんで。僕はなんか分かんないけど、そのよくほらお腹痛くなる体質なんですよ。え、待って、集中できてなかったのこの映画。見てたよ、見てた、うん、でも油汗かきながら、うん、どこでもどこで終わるか分かんないじゃないですか、映画って。そうね。で、いつだ、いつだと思って、うん、これはギリギリまで見ようと思って、うん、もうダメだってトイレ行って帰ってきたら終わってた。最悪だね。え、もう全部我慢できなかったんだ。そう、我慢できなかった。だから、実を言うと僕、オチ知らないんです。いや、分かってないの。知らない。うわ、こんな人もいるんだね。じゃあもう一層ね、これこの初日までちょっと、ね、そうそう、もう一切見ないでくれる、うん、じゃあ、うん、何もかも。え、それ映画始まってさ、どれぐらいで体調崩したのこれ。始まってね、40分ぐらい過ぎたあたりから、うん、だから結構地獄のような1時間うわー、ちょっと半分ぐらいだ。そうそうそう。でもね、だいぶ見ましたよ。多分残りのね、2、3分だと僕は思ってる、多分。だからね、多分ね、ほぼ知ってる。でもさ、はい、40分ぐらいから体調悪かったんでしょ。なかった。で、そこから、まあ、1時間近く我慢したわけでしょ。しました、しました。よく1時間近く我慢できたね。俺途中でも行っちゃえばよかったのに。それはだからお腹痛いのをもう何十年も繰り返してるから、うん、だいたいどこでぐらいまで我慢できるか計算できるんですよ。あ、自分だからこうレベルがある、ね、まあ、レベル4だなとかレベル5だなみたいな、はい、だからちょっと僕楽しみにしてますんで。なるほど、はい、よろしくお願いします、はい、あのね、時間がなくなりました。そうそうそう。え、いいでしょ。もう終わっちゃうから、とりあえず一旦壊してみますよ。え、嘘嘘嘘、もう終わっちゃうから。嘘嘘嘘嘘、ユニクロの話が長すぎたんじゃないの。もうそう、来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週。バッハッハ。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。おまけコーナー、はい、毎回ね、おまけコーナー毎回これやってるんですよ。そうですよね、知ってますよ、毎回 YouTube 用というか、はいはいはい、先週僕放送見させていただいたんですけど、うん、おまけコーナーありました。あったよ。え、マジっすか。あった、ありましたよね、おまけコーナー。撮りました。撮った撮った撮った、10分ぐらい喋ったよ。小田田くんと友一さんで。本当ですか。
僕のパソコンにはね、送られてこなかった。あ、じゃあ見つけられなかったじゃん。生まれてる、埋もれちゃってんじゃない、ちょっと違う、あのね、本当はどうなんだよ。ああ、すいませんでした。違います、ごめんなさい。はい、私が収録ミスりました。ちょっとそう、申し訳ない、諸事情でね。いや、実は本当にあの10分ぐらい撮ったんですよ。あの結構面白おかしい感じで撮ったんですけど、あのこう録画スイッチ、はい、動画のカメラのね、うん、はい、多分二度押ししてたんですかね。二度、そうそう、一度赤いのついたの確認したんですけど、その後多分で後で確認したら数秒の数秒もないかな、本当に一瞬だけ映ってたあったから。なるほど、そうそうそう、多分ね、ダブルクリックしちゃったんじゃないですか。そうそう、高橋名人ばりの、そう、パパッてパパッてやっちゃって、本当もう申し訳ない。ただ撮り直そうかって言ってたんですけど、うん、あのそのちょうど収録した直後にちょっと僕と宇多田君があの、うん、ちょっと芝居見に行く予定があって、あ、もう時間がなくて、そう、ちょっとケツがね決まってたんですよ。だからちょっと後日撮ろうかって言ってたんですけど、まあいいんじゃねえと、みんななんか、まあ、いいんじゃないかと、放送禁止用が飛び交ってそうそうそう、なんで放送できなかった、何かがあったのかとびっくりしちゃった、あれないじゃんと思って、そうなんか多分その本編では語られなかった宇多田さんの良きところが出てるんだろうなと思いながら期待してたから。なるほどね、本編禁止あれ何を話してましたっけ、ただ、あれ放送されなくて助かったのは僕は佐藤くんかなって思って、あ、僕おろろろろ、この番組のハードルを上げるいろいろな提案が思い出した。そうだったんだ。そういった意味では宇多田くんはすごい生き生きとして、なるほどね、結構ねその話で盛り上がったの。そうそう、佐藤さんはもっと、いや違う、違う違う、この番組をもうちょっと盛り立てていこうかっていう話。あ、なるほどね。あ、ちょっと内容振りましょうか。あのどういったことを言ってたかっていうと、なんか佐藤くん長いよねって話になって、この仕事結構やってるねって言って、何年だろう、5年とかやってる、そうそうそう、でなんかこう撮っててね、動画とかがあって、でなんか視聴者数っていうか、こう聞いてる方とか見てる方の数がなんかもっと増やせないかなっていう話になって。そうそう、だからテープ聞いてらっしゃる、録音を聞いてらっしゃる方が数名必ず毎週いらっしゃってっていう話があって、じゃあちょっともうちょっと聞いてもらえるように何かしようって言って、はい、企画をね、ちょっといろいろ出し合ったんですよ。なるほど。でね、この録音自体は、今までの形式、もちろんこれチケット情報の発信ですから、そうですね、やっていただいて、はい、で、おまけのこの動画コーナーっていうのその延長線上でやってるじゃないですか。はい、じゃなくて、この動画コーナーだから、はい、なんかやろうよって言って。ロケとか?そうそうそう、まさにそれ。あ、マジで。あと例えば、なんか寸劇しようとか、ね、いきなりなんか芝居が始まるの、ここで。もしくは、なんか隠されていた、誰にも見せたことのない一芸やるとか、それはもう制作部さん込みとか、友達さんってそんなことができるんですよとか。それね、年間50回ぐらいあるんですよ。そう、だからそんなに一生懸命やる感じじゃない。あ、そう。でも来てくれるんだったらいいですよ、その毎回なんかその、いや毎回来てくれたら嫌ないですけど、来てた時は何だろう、まあ載せられるかどうかわかんないけど、ちょっとしたエチュードを、そうそうそう、例えばあの番組に筋なしとかあるじゃないですか。面白い、ね、だああいうのをちょっと5分ぐらいやってもいいんじゃないかとかもうなんかそういう、この間だってあの筒井さんと実川さんが、あの、あ、見た見ました、見たテレビに出てた時でしょ、ね、エチュードやってて、そうそうそう、僕ね、エチュードが役者なんですけど、エチュードは大の苦手なんですよ。あのね、いますよね、そういう人、本当にね、身の毛がよだつほど脇汗ドバドバ出て、あとこれそれやってる時ってさ、なんかしなきゃいけない感じになってるじゃない、自然にやってればいいのに、なんかこういうことでもいいはずなんですよ。そうそうそう、フリートークでも基本的にエチュードだから芝居だからいいんですけど、そうそうはなかなかね、やめます、ごちゃん2人で一応どう、無理そこは俳優を使ってやってくださいなんかね、そうだからこう、例えばこうおまけコーナーが始まって、佐藤君がこう、なんかこう急に見てるわけですよ、こうやってなんか読んでね、で俺がウィーって入ってきて、しょうもなくずっとカメラで俺がなんか始まるみたいなその展開すごいな、そうローかなりローから始まる。例えば言って、あと終わった後か道で言ってたのが、あの僕ね、あの、書道四段なんですよ。え、毛筆の、え、本当なんですか。いや本当に、だからここで書道をやって
どうだってやるとか、へ、なんかそういう他であんまりやってないようなことを、結構だからアープ的なことをやるんですね、絵描いたりとか、あ、まあまあいろいろ好きなことやってたんですけど、だからそういうのをなんか、あ、いいですよ、こうやってるとお客様楽しいんじゃないかなと思って、肩肘張らずにやる感じで、とりあえず番組タイトル書いてもらえますか。あ、そうね、キャラメルチケットインフォメーション、梶田さんなんか、チケットインフォメーションそういうのあるじゃないですか、なんか昔あ、でもなんか、いや、いいですよ、いいですよ、へぇ、 やりますよ本当ですか。そうそう、チケットインフォメーションって書いてくれます。書きますよ。どっちが縦横かな、横に横、ね、そうだからなんかそういうのをね、どうかなっていうのを言ってたんですよ、ここで。それが全部バッサリバッサリなくなったまあ大事な そこまでね、細かく話は読んでなかったけど、そういういろんな小田田君も生き生きと話してた。そうそうそう、わかりました。いいっすね、いいっすね、はい、じゃあ今度その小田田も含めて3人で、うん、チケットインフォメーション活性化委員会作って会議しましょう。はい、小森さんも含めて、いいよ、こういうことやっていこうと。いいよ。でこれ5分ぐらいのおまけだから、それで収まる企画が、そう、企画がなんかたまったらやるみたいな。もしくはお客さんに募集する、こういうのをやってくれませんかね。なるほどね。その5分間使って、ここまでって言ったらなんか出るんですか。あ、出る、出る。そうだから、なんかね、じゃあどこに募集するんだって小田田君のツイッターだとかって言ってたんですけど、じゃあこちらになんか何かしら、そうそうそうだからお客さんのリクエストに応えられるかもしれません。なるほどね。そう、無理なのはダメですよ。そうそう、あのネットコマーシャルとか簡単なやつですよすぐここでできるようなやつですよ。こういうのが見たいよとかね、なんかもっといろんな方が見てくれるんじゃないか。あ、いいじゃないですか。ありがとうございます。せっかくおまけですからね、そう言っていただけるとありがたいですね。活性化していきましょうよ。そう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 、チケットインフォメーション、そうそう、僕もね、うん、これ長くなっちゃう、チケットインフォメーションを変わってやり始めた時に、うん、結構僕ノリノリで、うん、いろんなことやってたんですよ。料理作ってきたりとか、ね、料理作ってきたりとか、うん、おお、いいじゃない、そういうことだよ。いろいろやったんですけど、うんうん、毎週料理やっぱ難しい今日はって、そう、今日はこれ作ってきてこのレシピがと思って食べてやってたんですけど、いかんせん結構難しいってなって、うん、また一回戻ったんですよ、一通り。疲れちゃった。疲れちゃったっていうかね、やっぱ難しいですよね、だって、うん、その毎回料理作ってくるんですよ、家で。じゃあ例えば一月単位で、うん、え、これ毎週やってるんでしたっけ。これ毎週やってます。そう、一月単位で、うん、多分なんかうちらに台本作って、うん、この会議室でできる台本作って、うん、5分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 で一月で終わる。すごいな、とかね。なるほどね。そう、なんか面白いなと。それね、面白いかもしれないですね。そう、まあ全部佐藤君にやってほしいんですけどね。わかりました。じゃあ、俺いないからこれは。うん、言うときは読んで。そうそうそう。その会議でじゃあ。そうそう、しましょうしましょう。じゃあ今後どうなっていくか。どうなっていくのか。ちょっとわかりませんけれども。変わるような変わらないような、はい、わかりませんけど、ね。とりあえず多分来週はまず普通にやってると思います。そうですね。何事もなかったから。ただ忘れてるかもしれない。というわけで、はい、今後どうなっていくか皆さんお楽しみにしてください。よろしくお願いします、はいはい、というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、さようなら。